ははいいおはようございました今日はね楽天モバイルのお話を少ししてみたいなと思います。これ画面に出てる通りねもうワンプランで非常にシンプルで分かりやすくて、まあ、どれだけ使っても2,980円という歌い文句ですよね。非常にいいとは思うんですけれどもこれあの楽天がね KDDI とのパートナーエリアをね縮小していくっていう発表をしましたよねまあ私の住んでる愛媛では今年の4月から順次縮小を始めているようです前回の動画でね大洲市のフラワーパークへ行ってきましたっていう動画をね一本上げてるんですけれども、まあ、実はその動画ねあの楽天モバイルだけでまあ行って帰る てこれるかなっていう実験をしてましたドライブナビとしてねまあちょっと設定して行って帰れるかなっていう実験をしましたまあ結論から言うとあの使ったナビはヤフーナビ、まあ、途切れることなく目的地に連れて行ってもらって途中いろんなところによってまあ、設定して、えー、お家に帰ってきたんですけれどもね一応途切れることはなく無事ナビは ちゃんと機能ししてくれました、はい、私の家はねもちろん楽天エリアだったので契約したんだけれども、まあ、自宅はね w i f i が貼ってあるので楽天回線を使うことは自宅ではほとんどありません。はいこちらがねその時大洲市に行った時の回線状況電波をつかんでた状況の履歴となります。 ピンクの部分がね、楽天の電波で通信をしているっていうところで、オレンジのところがパートナー回線である KDDI の、まあ、つまり au の電波を使って通信をしているっていう履歴になりますね。なので、これを見る限りでは楽天回線のみで通信をしていたようではないですね。続いては、 自分が住んでいる松山市の通信状況の履歴ですよね。まあパッと見る限り、まあ、ピンクが若干多いかなっていう気はするんですけれども、やっぱりその KDDI の電波を使わさせてもらっている、つまりパートナー回線を使っているっていうような履歴が見て取れますね。次はお隣の香川県までマップを広げて履歴を見たら。 どうもパッと見た感じね楽天回線よりかはパートナー回線である au の電波を使ってる方が多いっていうような履歴になってますね。はいこれが楽天のホームページで公開されているエリアマップになりますね。松山はね、まあ、まああ、ふとあのピンクの、 まあ,まあ松山市全部をカバーしてるのかなっていうイメージがあるんだけれども高松まで香川まで行く途中でねやっぱり途切れ途切れになってますよねこれが全部ーパートナーエリアを解消していくのか一部は残るのかちょっとわからないんだけれどもまあちょっと楽最近のねまあ楽天は金がないのでね多分全部ゆくゆくは。 パートナーエリアを解消するんだろうと思います。大寿司なんてね、もうほんと、まーぐらいですよね。なので、やっぱり履歴通りだったんかなっていう気はしますね。はい、ここからが本題となってきます。まあ今はね、空前のキャンプブームで、ね、キャンプされる方多いと思うんですけれども、もしそこでね、緊急な事態にあった時に電波が届かないって言った時に、まあ、 遭遇するとまこれ命に関わるようなことになってきますよね。例えば崖から落ちた川に流された。うん。あと熊に襲われたなんてねえー、こともあるわけじゃないですか。その時に電波が届かないっていう可能性も楽天をメインで使ってるとまあ、警察消防救急。 それから緊急連絡先に電話することができない連絡することができないといったことも考えられるのでこのエリアが狭いっていうのはね本当に命に命関わる重大なことだと私は思いますね登山も同じですよねハイキングも同じですよねマムシに噛まれたとかね足を取られてどっか滑ったとかねいうことも考えられるわけじゃないですか。 海だってそうじゃないですか想定してないことが起きた時に頼りになるのは携帯の電波その携帯の電波が届かないかもしれないっていうだけでちょっと不安ですよねもし本当に届かなかったら命の危険にさらされるわけだからこの楽天 モバイルをメイン回線として使うのはね非常に私個人としては危ないなという気持ちを持ってます致命的ですよねサブ回線として使うにはね本当に魅力的なシンプルで分かりやすい料金プランではあるとは思ってますけどねまあ何でもそうですけど安いには安いの理由があるんですよねまあ楽天の場合はつながらない 繋がりにくいっていうのがまあ、弱点かなっていうことですよねまあ、それらを分かった上でね契約されるんであれば問題はないのかなと思ってますはい本日の動画は以上となりますでは皆さん元気で健康で明るく過ごしましょうね次回の動画でお会いしましょうバイバーイ